今度は昆虫だもんだって、少年。昆虫、昆虫。少年、昆虫だから。もうね、もうあそこは黒だから、確実に。黒。もうグレーじゃない、黒だから。AF ちゃんがね、もうさ、俺は、AF ちゃんが、だからそのね、だっけ、薬をやるとずっとオナニーをやってるって。もうそれも発言してるし、もう発言しちゃってんだよ、もう実際。そのね、見た人が。見ちゃってる人が発言してるし、まあ、近藤組長もそうだけどさ、ね、まあ、終わってるでしょ、茜いらっしゃい。まあ、関わるべき人間じゃないね。関わったところで、まあ、悪いことしかないだろうね。やっぱり黒とか100%でしょ。もう100%だね。100%。そうそう、伝え方わかんないからさ、秋さ、あんまり、その文章だけ読んで、その憶測推測だけでは語れないじゃん、喋る方としては。今度、まあ、気をつけた方がいいよ、あそこら辺は。まあ、見てる分にはな、害ないからいいけどな。見てる分には害ない、ないからいいかもしれないけど、どうなんだろうな、でも。近藤か。まあ、更生は無理だろうね。またいつかパクられるだろう。パクられる。いつかっていうかは、やられんだったら今年中やられんじゃない？近藤組長は AF ちゃんと縁を切ったらしい。俺またくっつくと思うよ。また。近藤からすると多分自分で仕入れができるから、多分 AF ちゃん切っても問題ないなと思うけど、しゃぶ友はしゃぶ友で絶対くっつくから。絶対、100%。なんでかっていうと、普通の人間は薬やらないじゃん。だからそんな人間関わろうと思わないし、ね、やりたいと思わないから、絶対に他の人間たちくっつくから。そういう人間たちしか寄りつかないんだよ。AF ちゃんは AF ちゃんでね、AF もちょっとわがまますぎると思う。AF もわがまますぎる。わがまもクソもねえでしょ。そんな薬やってる人間。どちらも薬やってんだからさ。わがまもクソもなくね。もうそんなの、論外だと思うんだけど。その前に。ネットでさ、もうこういうふうにさ、もう黒出ちゃってんだから、もう、それはもう批判されてもしょうがないし、あれなんじゃない？正直。AF がわがままだ。それは通常の人間が恋愛をしていて、それで薬がある、ない、薬なんか関係なく恋愛してて AF ちゃんがわがままっつう話ならわかるけど、AF ちゃん今は薬やってないってかばってた。だから茜、今チラ見したけど AF ちゃん、今は薬やってないってかばってた。今は。今は。どういうこと？今は。近藤組長出てきて1年ぐらいしか経ってないよ。懲役から出てきて。今は。たった1年でやってたってことでしょ？違う。1年間に今まで AF ちゃんの発言で言うと3回ぐらいやってるって発言が出てるよ。出てきて、執行じゃなくて、仮釈放が切れてからやった11月、そして3月、そしてイベントの5月。3月のイベントと5月だっけ？5月だか6月とかやったって言ってるでしょ。またやるの？今はやってないだけ。今はやってない、じゃない。今はやってないだけであって、やるよ。みんなが思う以上に薬なんて、覚醒剤なんてすぐやめれるもんじゃないからな。またやるよ。手出すよ。しかもあの人たち炙りでしょ？そもそも注射器打たないだろうから、炙りだろうから、近藤組長炙りって言ってたから、だから、炙りだから、そこまでね、何度も吸わなくても平気なのかもしれない。俺炙りやったことないからわかんないけどさ、ガキの頃だし俺やったの。今はだから。
エイフちゃん、喋りが寄れてて。ああ、まあ、それは薬の影響かはわからないんだよな。エイフちゃんな。前からあんな感じだから。ああ、眠剤とか飲んじゃうと。目の前に出された誘惑に負ける？だるく？ぶち込んでも無駄。薬物？いや、ほんと怖いよ。冗談抜きで。あのね、自分の意思でやめれないから。はっきり言うよ。自分の意思でやめれないよ。相当強い意志ないと。マジで。そんな甘かないからね。体が言うこと聞かないんだよ。欲しがってしまうから。お酒好きとかタバコ好きの人はわかるかもしれないけど、お酒やめようと思ってもお酒やめれなかったりとか、タバコやめようと思ってもやめれない。まあ、軽いもので言うとだよ。同じかな。タバコ、別に吸いたくないけど、口寂しくなってタバコを吸ってしまう。あれ、タバコやめようと思ったのにタバコ吸っちゃった。お酒、同じだよ。同じ。ただ、覚醒剤の場合は法的に禁止されているし、ね、禁止されているし、その影響力、影響っていうのは体に影響が強いってことよ。近藤組長って組入ってる？近藤組長曰く、なんだっけ？なんか住吉のきょ、えー、なんだっけ？浩平さん？浩平さんのところに、浩平さんのところだっけ？そこのところに、なんか、懲役で知り合った人間に拾われたかなんかして、本当に迎えに来ちゃって、一週間ぐらい事務所当番やって逃げ出したとか言ってたけどな。本当かわかんないよ。チップいらっしゃい。脳が知り出してるっていうかね、まあ脳が知り出すのももちろんあるよ。あるよ。それもあるけど、要は、切り目っていうのが一番きついんだろうな。あ、ちなみに僕知ってることあるんだけど、僕ちょっと知ってることあるんだよね。僕いい？ちょっと誰とはちょっと言えないからあれなんだけどさ、ね、まあいろんな人にいろんな人に言ってんだけどさ、近藤組長台本組んでんでしょ。台本組もうとしてない？近藤組長。僕はちょっと知ってる情報があるからなんだけど、台本を組もうとしてるでしょ。放送で。今、AF ちゃんと近藤って分かれてるんでしょ。一応、形上。近藤組長が台本を組む？そうだね、近藤組長だな。俺の今後の予想ね、今後の予想を予想してあげるよ。近藤組長が誰だか分かんないけど、誰だか分かんないけど、これ100%当たると思うよ。誰だか分かんないけど、女配信者なのか、女性リスナーなのか分かんないけど、それと配信で映ったりとかして、イチャイチャしたりとか、いい関係になって、俺は AF ちゃんにやきもち焼かせると思うけどね。まあ100%はないから、99%。マジで。金保留のキリン柄が出るぐらい。って思いますけど。何人かに台本持ってって、何人かに台本持ってってるもんね、近藤組長ね。やきもちで余量を戻すってこと？知らない、そこまでは。
当たってる？英雄ちゃんに今は、英雄ちゃんに今は違う子がいるって言ってた。だろ？アキ。アキ、俺が近藤組長を放送を見てないのは、なんでかっていうと、ね。まず、俺近藤組長ブロックしてるから、いつやってるかわかんない。だから見れないでしょ、近藤の放送を。うん。俺、英雄ちゃんも確かブロックしてんじゃなかったっけな。ちょっと忘れちゃったけど。じゃあどういう意図があるのかっていうのは分からない。憶測推測でしかないから。ただ台本を持ってっていうのは間違いないこと。うん。ただ憶測推測で言うと、多分近藤の方から来いよっていうのは、近藤から AF の方、AF ちゃんに寄ってくるのが嫌だから、AF ちゃんから近藤の方に寄ってくるのを待ってるから、やきもち明かせる。それで女と AF ちゃんがトラブルになる、近藤のところに着く。多分そういうことだと思うけどね。さっきの話すごいだろ、アキ、うん、だって僕知ってんだもん、うん、それなんて、アキさ、それなんて人？配信者？それともリスナー？それなんて人？俺が知ってる人かのかな？わかんないけど、なんか台本好きだね、最近の配信者って。近藤組長が配信で AF をブロックしてた。でも近藤組長はそこまで見てると思うよ。こけしいらっしゃい。だって別にブロックしたって、別にログアウトしたりとか別アカあるってわかってるから、別に近藤組長が AF ちゃんブロックしたって関係ねえじゃん。多分 AF ちゃんの性格からすると、俺は多分ログアウトしたりとか、もしくは別アカでこうやって見たりとかすると思うよ。配信者、宮部という人の元カノだったような気がする。はぁー。宮部という人の元カノか。はぁー。なるほどな。あ、それを放送でやってたんだ。なるほどね。サイバーベイらっしゃい。まあ、近藤くん、台本組もうが何しようが、その、臭い芝居、やってもしょうがないと思うけどね、僕は。うん。あなたの人気が出るわけじゃないし。うん。まあ、パクられる街でしょ。うん。あさって軽井沢に女呼ぶらしい。あ、その女性をってこと？あさってだよね、それね。あさって軽井沢にその女性を呼ぶってことね。まあ、俺は多分ないと思うけどね。シェビーいらっしゃい。俺はないと思うよ。近藤が勝手に思ってるだけだと思う。AF はセレブの家柄だから、最後の最後は近藤セールないね。うん。AF ちゃんがセレブ？それは親が不動産屋だかなんかやってるんでしょ、確か。うん。だから、うん、まあ、それは関係ないような気がするな、全然。うん。配信者台本多いね。まあ、そういう風な配信を見てきて育ってきてるか、育ってきてるっていうか、配信を始めてるからみんなそうなんじゃないの、きっと。だから嫌だよね。なんかこのふわっちなんか特にそういう台本配信多いから同じように見られるからさ、そこ嫌だよね。まあなあ。そうか。あきさ、それさ、その、さっき、近藤がそういう風に言ってたのって、それどれぐらい、いつぐらいに言ってたの？さっき言ってたよっていうのは、いつぐらい？昨日？それとも今日？